こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。F2 次期戦闘機に少し動きが出てきたので、詳しく話していきますね。やはり米に決まりそうです。今後、猛スピードで開発を進めてほしいが、日本は各パーツでは揃っているが、トータルでの開発が苦手かな。2020年12月に共同通信社の報じた記事によれば、航空自衛隊の F2 戦闘機の代替機について、これまで日本政府は海外の協業先を一社選定し、協業するとされていた方針を転換したという。つい先月の11月上旬時点では、アメリカのロッキード・マーチン社と、ノースロップ・グラマン社の連合、ボーイング社、イギリスの BAE、システムズ社の3社から選ばれる予定だっただけに驚きの展開だ。F2 戦闘機の代替機、次世代戦闘機開発については、従来の契約手法と異なり、主契約者に三菱重工業を据えて、2020年内に、前述の3社の中から、決定された協業先が、その配下に入るとされていた。下馬評では、現在第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2を擁し、西側諸国の戦闘機需要をほぼ独り勝ちとも言えるロッキード、マーチン社らの連合が優勢で本命だと考えられていた。続いて、BAE システムズ社、最後がボーイング社と見る向きが多かったのだが、ここに来ての急激な方針転換には、何か政治的な力が作用したのではないかと思えるほどに、不自然な感じが拭えない。今回の共同通信社の記事では、この方針転換の理由は、一社の協業先に限定することが、その会社の所在する一国に偏りを生じさせ、それを日本政府が良しとしないと判断したと思われる内容だ。しかし、これが字面通りの理由であるならば、そもそもあまりにも選定の前提にまで立ち戻るものであり、これまでの開発に向けた流れを、すべて白紙に戻すことになるとしか思えない。もとより、今回、日本政府が、主契約者に三菱重工業を選び、協業先に決定した。企業は、言わば下請け的な領域に置かれることは、協業先企業が得られる。利、潤は薄く、積極的に協力する利点がないとの指摘もあった。図らずも、今回の報道は、一社への偏りを問題視するゆえになされたとは、言うものの、その実日本政府が用意する資金で、その要求に応じる会社が、なかったと見る方が、妥当な気もする。確かに、主要兵器の外国依存には、危険性が伴うことは事実だろうが、実際、日本の防衛装備品は、すでに、ほぼすべてが、アメリカの兵器システムに準拠しており、あえて、このタイミングで示す意図がわからない。事実現行の F2 戦闘機の開発に際しても、アメリカの F16 戦闘機を、ベースとしたことで最重要な部分には、日本側のタッチは許されず、それにより、独自の使用や回収が困難となった過去はある。しかし、現実問題として、F2 戦闘機の退役は、
2035年をめどに進んでいく予定であり、自国のみでは戦闘機開発のノウハウを消失しつつある日本が、このプロジェクトを無事遂行できるのかと不安を禁じ得ない。個人的にはここまで来たのなら、いっそ BAE システムズ社と組んでテンペスト計画に参入した方が、スケジュールを重視するのならば妥当ではないかとすら思えてくるのだが、どうだろう。それすらも今回の一国に偏らないという方針が事実ならば、もはや不可能であり、第5世代戦闘機の開発経験もない日本が第6世代戦闘機を手探りで開発するという茨の道を歩むようにしか見えない。現在までのところ、日本が独自に目処をつけている要素は IHI 社製のエンジンと実証実験機新進の飛行で得られた機体のステルス性能くらいしかないのが実情だろう。全く別の分野ではあるが、陸上配備型弾道ミサイル迎撃システム、イージス・アショアの配備中止など、このところ先を見通せていない、日本の防衛には不安が募るとしか言いようがない。もう一つ F2 戦闘機の代替機の次期戦闘機開発について気がかりなのは、政府与党自民党の一部議員が、岸防衛大臣に対し、それを海外に輸出することを前提として開発すべきと、申し入れを行っている点だ。この提言は、11月27日に文書として提出されたことが報じられているが、現在、開発の進め方自体が定まっていない次期戦闘機について、何を根拠に、それを海外輸出しようというのか、理解に苦しむ。2014年に定められた防衛装備移転3原則によって、大きくは救難や輸送の分野に類するもの、また警戒・監視分野や掃海分野については輸出の可能性はあるものの、戦闘機はそこから逸脱している。防衛装備移転3原則にさらに改定を加えることで、仮に戦闘機が輸出可能な扱いに変更できたとしても、これまで実績のない日本が、特に戦闘機という主要兵器において競争力を持つことは困難だろう。まずもって先進国で日本の戦闘機を購入したいと考える国は皆無であると思われる上、予算の少ない小国であれば、これまた安価なロシア製や中国製が有利なことは明らかだからだ。自国の防衛産業を維持、保護すべきという大義名分には一理あるが、非現実的な目標を掲げた政治主導のこうした動きは、警戒すべきとしか書ける言葉が思い当たらない。